皆さん、どうも。ヌオーです。今回紹介するのは、住宅系の実例をまとめたもの、です。一級建築士試験に出題されることがあるので、ぜひチェックしていってください。それでは、どうぞ。ミース・ファンデルローエ設計のファンズワース邸は、広大な敷地に立つ週末住宅であり、H 型鋼の柱に溶接された梁を介して屋根スラブ及び床スラブを取り付けた構造に特徴があります。ル・コルビュジエやフランク・ロイド・ライトと並び、近代建築の巨匠と称されるミース・ファンデルローエです。ニースの高層建築が立ち並ぶシカゴのダウンタウンから車で1時間ほどのプラノという町にあるファンズワース邸は、周囲にトウモロコシ畑が広がり、目の前に川の流れる緑豊かな場所にあります。原博氏設計の原寺邸は、玄関から吹き抜けを通過してバルコニーまで降りて行く廊下の両側に居室を配置し、トップライトから自然光を取り入れた住宅です。緑豊かな斜面の敷地に計画された木造2階建ての建築家寺邸です。敷地の斜面に合わせて玄関からバルコニーまで降りていくような建築中央部の吹き抜けのある空間となっており、トップライトから光が降り注ぐような空間になっています。玄関に入ると SF の世界のような空間があり、住宅の中に都市が入り込んだ空間でもあります。そのために内部に外部空間がある建物と言われるゆえんでもあります。建築家フランク・デイリーのサンタモニカの自宅です。1920年代に建てられたダッチコロニアル様式の2階建ての住宅を1979年に増築拡張しました。チェーンリンクフェンスや波形鉄板など安価な工業用素材を使用し、脱構築主義建築の先駆けとして注目を集めました。フランク・ゲイリー設計のゲイリー寺邸は、既存の木造住宅に安価な材料である金網やトタン板、ベニヤ板の断片等を組み合わせて増改築を行ったポストモダンを代表する住宅の一つです。チャールズ・アンドレイ・イームズ設計のイームズ寺邸は、再組み立てが可能という理念のもと、蛍光やスチールサッシ等の工業製品を用いて建築された住宅です。イームズ寺邸はチャールズ・アンドレイ・イームズの設計による実験住宅です。実験住宅は第二次世界大戦後の住宅不足問題に備えるため、新しい建材を使ったローコストなモデル住宅を模索するという目的のもと、雑誌社の実験的な住宅建築企画プログラムが企画されました。当時の著名な建築家に依頼し、イームズ寺邸はケーススタディハウスの8番目の住宅として建築されました。土浦亀木邸は白い箱型の外観を持ち、内部は居間の吹き抜けを中心とし、複数の床レベルによって構成されたモダニズムの木造住宅です。土浦亀木寺邸は1935年に建てられた木造乾式工法によるモダニズムの住宅です。白い箱型の外観、居間を中心とした機能的な平面構成、吹き抜けとスキップフロアによる空間の連続性、天井パネルヒーティング、システムキッチンなど、現在につながる都市住宅の特徴を備えています。戦後、外壁が石綿スレートから縦波メータ張りになるなど一部変更されましたが、ほぼ当初の状態をとどめています。ヘリット・トーマス・リート・フェルト設計のシュレーダー邸は、建具や家具による住空間作りに特徴があり、2階は一つの広い空間として使用することも、また可動の間仕切りにより小さく区分けすることもできます。リートフェルトのシュレーダー邸はオランダのユトレヒト市内にあり、1924年にオランダ人建築家ヘリット・リートフェルトによって設計された住宅です。デステール建築を代表する作品で世界遺産に登録されています。鉄筋コンクリート造りでは高価になるため、壁を漆喰塗りのレンガ造りとし、床と屋根は木造で、補助材として I 型鋼を、バルコニー部分にはコンクリートが使われています。フランクリン街のアパートはオーギュスト・ペレによって設計された集合住宅であり、構造を鉄筋コンクリート造りとした初期の集合住宅とされています。パリの街の片隅に残る、おそらく世界初の RC 像の集合住宅です。
豆知識として、父の建設会社を受け継ぎペレ兄弟社を起こしたばかりのペレ兄弟が自ら土地を求めて建てたのが本作です。構造はエンヌビック、外装の統制タイルはビゴが担当しました。最上階はペレ自身の住居で、中間階は貸しアパート、1階はペレの事務所でした。ル・コルビュジェ設計のクルチェット邸は、不正形敷地に立つ地上4階建ての委員併用住宅であり、台形の平面を持つ委員と区形の平面を持つ住居は、中庭のスロープによってつながれています。アルゼンチンブエノスアイレス州の州都、ラプラタには南米唯一のル・コルビュジェによる建築、クルチェット邸があります。外科医のペドロ・ドミンゴ・クルチェットのための邸宅は、住居と診療所を兼ねており、1949年に建てられました。ルイス・カーン設計のフィッシャー邸は、2つの区形のボリュームが45度の角度を持って接合され、一方には2層の個室群が配置され、もう一方には2層分の高さの居間を持つ、幾何学的な構成の住宅です。四角のユニットを45度傾けて、食い込ませているという不思議な関係が、フィッシャー邸の基本平面となっています。パブリック要素の四角のユニットは、エシェリックと同じように2階分の吹き抜け空間。プライベート機能を持つもう一つの四角は、普通の天井高による部屋構成となっています。東高光設計の塔の家は、都市部の約20平方メートルの狭小な敷地に、住空間を機能別に積層し構成した住宅です。塔の家は建築家、東高光の初期の代表的住宅建築です。打ちっぱなしコンクリート、狭小住宅の先駆けで建築史に残る作品で、2003年にはドコモモジャパン選定日本におけるモダンムーブメントの建築に選ばれました。これら一連の都市型住宅群を対象として、東高光は1995年に日本建築学会賞を受賞しました。1966年竣工し、都心のわずか6坪弱の約20平方メートルという狭い敷地に、地上5階、地下1階を塔上に積み立てた鉄筋コンクリート構造の建物です。増沢誠邸は、戦後の極限メキ小住宅の先駆けとなった事例であり、玄関は省略され、キッチンと居間、食堂と通路を一体化し、吹き抜け空間に全面開口を採用して狭さを感じさせない住宅です。最小限住宅は増沢誠の自邸で1952年竣工です。この住宅は今に吹き抜けがあり、思ったよりも狭くない、むしろ広いと感じさせるところが魅力です。この住宅面積ですが、増沢は住宅金融公庫から借り入れの資金が15坪だったことから、この面積が決まったようです。設計期間は2ヶ月、工事は3ヶ月という長短期間で完成させました。ムードンの住宅は、ジャンプルーベによって設計されたものであり、アルミニウム等の材料が用いられています。ムードンの住宅は、1950年から1952年にかけてフランスの都市ムードンの外れの起伏のある変則地形の敷地に建設された14棟のプレファブ住宅です。第二次世界大戦後の緊急課題である住宅再供給の課題に必要に応えるものとして計画されました。組石造基段部によって傾斜面を修正し、木材とアルミニウム等の金属のパネルで規格化された住宅部品を組み立てます。これにより大量生産が可能で、大規模な住宅供給が実現できると期待されます。菊竹清則邸のスカイハウスは、4枚の壁柱によって正方形の主室を空中に持ち上げ、HP シェルの屋根を設けた構成で、住宅生産の工業化の利点を生かし、設備等の更新を可能とするムーブネットを取り付けた住宅です。今、食堂、寝室となる部分を空間装置、その周囲にある台所、浴室を生活装置と表現しています。特に生活装置のことをムーブネットと表現し、取り替えが可能なムーブネットという考え方は、メタボリズムに通ずる理念と言えるとともに、近代家族像の理想像が具現化されたと評価されています。伊藤豊洋設計のシルバーハットは、鉄筋コンクリートの柱の上に鉄骨フレームの屋根をかけ、コートの上部に吊られた開閉可能なテントにより通風や日照を調節することで、コートを中里や外の居間空間として利用することができます。建築家である伊藤豊洋の自邸です。中本町の家の隣の敷地に建てられました。中庭を囲む平面構成となっており、中庭上部には開閉可能な通風・日照調整が計画されています。
これによりコートを中リア外の居住空間として生活の場所としています。山下和正設計の夫婦屋根の家は1階を生活部分、2階を仕事場に分ける明快な空間構成とし、2階のアトリエとピアノ室はそれぞれトップライトのある寄せ棟屋根としています。この家は画家とピアニストの夫婦の家です。コンクリートブロック造りの2階建ての構造になっており、ブロックの質感を生かした外観となっています。1階を生活部分、2階を仕事場に分ける明快な空間構成となっており、2階はアトリエとピアノ室により構成され、それぞれトップライトのある寄せ棟屋根の形状となっています。坂倉建築研究所設計の正面のない家は敷地全体を塀によって囲い込み、4つに分かれた庭が各室に採光と広がりを与えているコートハウスです。4つの中庭により通風採光を確保しつつ広がり感を確保しています。また狭い敷地を有効に利用するため、玄関の構えを持たないところから昔ながらの家の顔である玄関の構えがありません。また廊下がないことにより床面積を最大限利用するように計画されています。このように外観は囲まれた状態となるため、街並みは閉鎖的な印象となってきます。清家清設計の斉藤助教授の家はテラス、廊下、今食堂を連続させた開放的な空間とし、可動の家具を配置することで空間を状況に応じて変更することができます。天井まで達する高さの障子、ガラス戸、雨戸を左右に配置することでテラス、廊下、今食堂が連続する開放的な空間となり、室内は可動家具の配置替えにより空間構成を変更できます。前川寺邸は前川邦夫の設計による住宅で、戦時体制下に建設され、外観は切妻屋根の和風、内部は吹き抜けの居間を中心に書斎、寝室を配した間取りとなっています。前川寺邸は昭和初期を感じさせないモダンなデザインと高いクオリティです。制限された面積で建てられたとは思えないほど広々とした空間は、窓はガラス以外、サッシの車輪やレールに至るまで全て木材です。昭和初期にこのクオリティの高さは圧巻されます。幾何学的で銅管にあふれた空間は日本特有の木造モダニズムといえます。池部洋設計の立体最小限住居は工業化住宅の試みとして発表された15坪住宅であり、吹き抜け空間を設けることで狭小性の克服を目指した住宅です。この住宅は工業化を意識して合理性機能性を追求して設計された実験住宅です。池部氏は窓にアルミサッシを使ったりしていて、ハウスメーカーの思想を持っていました。そしてモデュールの研究もされていた方でしたので、合理性機能性を追求していくとデザイン性能をのずとついてきた住宅です。タッセル邸は植物の茎や葉、長い髪などの自然物をモチーフとした非対称な曲線や曲面を造形に用いたアールヌーボーを背景としています。タッセル邸はビクトール・オルタが1892年から1893年にかけてベルギーのブリュッセル市ポール・エミール・ジャンソン通り6番地に建築した邸宅です。オルタの初期の建築の一つであり、建築にアール・ヌーボーを融合させた世界最初の例です。ブリュッセルで古典的な間取りを完全に打破した最初の住宅でもあったので、現在でも抜きんでた作品となっています。ルコルビュジェ設計のサボア邸の特徴は近代建築の5原則です。サボア邸はルコルビュジェが設計したフランス、パリ郊外のポワシーにある近代建築の住宅です。1928年設計開始され、1931年竣工しました。20世紀の住宅の最高作品の一つであり、フランスの歴史的建築物に指定されています。1964年アンドレ・マルロー文化大臣がサボア邸を民間建築モニュメントに指定し、歴史遺産となりました。サボア邸ではピロティ、屋上庭園、自由な平面、独立骨組みによる水平連続窓、自由な立面からなる近代建築の5原則のすべてが高い完成度で実現されています。平面の中央には緩やかなスロープが設けられ、1階と2階を連続的につないでシークエンスを形成してされています。元は別荘としての一般住宅でした。
フランク・ロイド・ライト設計のロビー邸の特徴は、プレーリーハウスです。フランク・ロイド・ライトは、アメリカの代表的建築家です。アメリカ大陸と日本に作品を残しています。近代建築の四大巨匠ル・コルビュジエ、ミース・ファンデル・ローエ、バルター・グロピウスの一人とも呼ばれています。住宅建築を得意とし、プレーリースタイルの作品で知られるようになりました。そのスタイルには変遷もあり、一時はマヤの装飾を取り入れたことがありますが、基本的にはモダニズムの流れを組み、幾何学的な装飾と流れるような空間構成が特徴的です。浮世絵の収集でも知られ、日本文化から少なからず影響を受けていることが指摘されています。豆知識として、世主の妻と不倫、駆け落ちをしたり、その妻が使用人に殺害されるなどのスキャンダルを起こし、仕事がなくなった時期に引き受けたのが日本の帝国ホテルの仕事でありました。レッドハウスは、ウィリアム・モリスの設計で、その特徴はアーツ&クラフツ運動です。レッドハウスは、ロンドンからテムズ川の河口に向かって東へ、グリニッジの少し先くらいに位置する、ケント州ベクスリーヒースの住宅街の中にあります。2003年からはナショナルトラストが管理しています。1859年にウィリアム・モリスの自宅兼工房としてフィリップ・ウェップの設計され、ウィリアム・ケントの施工で建設されました。1961年にはこの家の調度品を製作するため、モリス・マーシャル・フォークナー商会が設立されました。